こんにちは、夏みかんです。今日は最後のジム、ベイクジムに挑んでいきたいと思います。崖登りができるようになったおかげでだいぶ移動が楽になりました。今まではなんか目的地に行くまでにどうやって行ったらいいか結構迷うところもあったんだけど、もうほぼ直線で進めるようになったもんね。そしてすごすぎませんか？この崖登れるってもう本当にすごすぎる。ほぼ垂直みたいな角度ですよね。すごーい。あれがベイクタウンですね。さあ、それでは最後のジムリーダー戦頑張っていこう。あ、ネモちゃん。夏みかん。いよいよ最後のジムだってチリさんから聞いたよ。でも私全然心配してないんだ。トップも夏みかんのこと気にしてたし、ジムリーダーとの勝負は2人で応援に行こっかな。見る側にも実りある最高の勝負期待してるね。すごいプレッシャーかけてくるな大丈夫かな。ベイクジムってあれですよね、エスパーのジムなんですよね。でエスパーに有利なのって虫とゴーストとあと悪みたいなんですけど、まあうちにはそのポケモンはいないわけですよ。一応発作がシャドーボール使えるので、そこでなんとか頑張ってもらえばいけるかなと思ってるんですけど、まあまずはねジムテストですね。ジムテストは喜怒哀楽エクササイズ。エクササイズか、どうやってやるんだろう。なんかアクション系ですかね。なんかいや決められた通りに動けみたいな感じだとちょっと難しい。ジムテストの方が苦労しちゃうかもしれない。あれ、これって学校の先生じゃなかったでしたっけ。ようこそ転入生喜怒哀楽エクササイズ会場へ。なんでバトル科の木肌先生がジムのインストラクターをしてるかって、ジムリーダーリップと私は子供の頃からの付き合いでね、負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうルールでポケモン勝負して、それでゴニョゴニョ、ああ負けちゃったんですね。まあ体作りにもなるし、授業がない時に手伝っているんだよ。いろいろ大変なんですね。なんかその木肌先生とそのリップさんのなんか幼い頃とかちょっと知りたいですねよし、ということでジムテストをやっていきます。レッツエクササイズ。いや、どういう感じなんだろう。え、全くなんか説明なしで始まったけど大丈夫なのかな。そんなに簡単に真似できるんだろうか。なんか練習とかさせてほしいよね。大丈夫なのかな。発作が横についててくれてる。よし、じゃあ頑張ろう。3、2、1、スタート。にっこり喜ぶんだ。ああ、A ボタン押せばいいってこと？これ長押しするのかな？怒り顔。あ、ボタン押せばいいだけ？オッケーオッケー。え、でもなんか長押しなのか、ただ一回ポチンと押せばいいのかがよくわからないな。長押しするとこのメーターが早く進むとかなのかな？なんかよくわからない。よくわからない。え、押せばいいの？それとも連打なのかな？どうなんだろうえ、あれあれ、怒り顔、怒り顔。はい、というわけでですね、結局長押したのか一回だけ押せばいいのかよくわからないまま終わった最高に素晴らしい。完璧な表現力ににっこり笑顔だ。体も温まってきたことだし、続いてはポケモン勝負で筋肉を追い込むぞ。こう言ってる先生はお友達にポケモン勝負で負けてるってとこがめちゃくちゃ面白いですねねえ、まあでもジムリーダーやってる友達だからやっぱりポケモン勝負は強いんだろうね。ということで戦ってきます。こっち見るだってめっちゃ可愛いね。なんかもうまだまだ見れてないポケモンいっぱいいるんでしょうね。もう柑橘系にこだわって柑橘系っぽい色のポケモンばっかり集めてるから、なんかまだね出会えてないポケモンいっぱいいるんだと思うんですよね。そういえばね、
親戚のポケモン大好きな小学生の男の子に、最近私もポケモン始めたんだよっていう話をしたんですよ。で、柑橘系の色のポケモンで縛って戦ってるんだっていう話をしたんですよ。ポケモン好きの子だから、なんかちょっと何やってんのって若干ディスられるかなと思ったら違ったんですよ。なんかね、あ、柑橘系の色のポケモンかって言って、ちょっと考えた後に、もし困ったら倒せないポケモン出てきたら言ってね、なんか倒せそうなポケモン考えるからって言ってくれたの。めっちゃ優しくないですか？すごって思ってポケモン好きな小学生優しいって感動したんですよね。ーすごい。なんかさ、ポケモンの世界って基本的に優しいじゃないですか。一生懸命戦ってる人は前向きに応援するみたいな文化があると思ってて、それがね、プレイヤーにも受け継がれてる感じがして、すごい感動しました。困ったら小学生師匠に相談しようと思う。もちろんね、できるだけ自力で頑張るんですけど。ということで、またまたポケモンショップですね。疲れてきた時が一番筋肉が成長するということで、戦っていこう。さあ、今度はどんなポケモンちゃんだろうね。なんかまた可愛いな、プービック。なんかさっきの子もそうだったんですけど、ちょっと闇川系ですね。黒と紫でちょっとヤンデレ少女の香りを感じます。オッケー、倒しました。いいねいいね、発作。オッケー、さあ続いて行ってみよう。イエスさん、イエスさん。いや、だからすごい、それこそさっき話に出した小学生くんとかは、今のポケモン名を見て相手の属性を判断して、きっと適切なポケモンをパッて出せるんですよね。あと、ポケモンのステータスだけ見て、これなんとかのポケモンだってわかる人もいっぱいいるんですね。ショートでね、なんかポケモンのステータスだけを乗っけてるやつを作ったことがあって、その時に、あー、これ何々のポケモンですねって教えてくれる人が何人かいたんですよ。ステータスからどのポケモンか分かるとか、すごすぎませんか？ねえ、ほんとすごいなって思います。でもね、ポケモン分かんないなりに楽しいんですよ。分かんないけど、この技だったら勝てるかなとか、そういう感じで手探りでやっていくのもね、結構楽しいですなんか上手い人から見るとすっごい、なんかなんでしょうね、まどろっこしいというか、イライラするかもしれないんだけど、なんかね、あれこれ試行錯誤しながらやっていくのもすごく楽しいなと思ってます。上手い人は上手い人でね、きっと楽しみ方があるんだと思うんだけど。はい、ということで勝ちました。よし、お疲れ様だったな。結果は文句なしの合格ということで、 OK です、合格しました。なんかダッシュで報告に行けって言われましたね夏みかんさん、エクササイズを完了したようですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。ということで、超マジックマキアージュジムリーダーリップに挑みます。さて、相性的には有利なポケモンはいないけど、まあ一応有利な技を持ってる子はいるので、それでなんとか立ち回りたいということで、もう最初はもう発作からいきます。最初からね、今回は発作で頑張ってもらおうと思います。そうね、わかった、こっちで進めておくわ。わあ、なんか綺麗なお姉さんっぽい人出てきた。え、めっちゃヒール高いよ。すごいヒール高かったですよね。すごいな。え、なんかドレスっぽいのも、なんか衣装も素敵。蝶々がついてるよ。ほら、ヒラヒラしてる。かわいい。おはようございます。ジムリーダーのリップよ。メイクアップアーティストが本業なんだけどね。キハダちゃん褒めてたわ。あなた、とってもご異数だって。ということで、すごい、なんかやっぱり美しさを大事にしてる人なんですね。リップのメイクでポケモンちゃんもっと美しくしてあげる。おー、すごい羽ばたいてる。よし、では戦っていこう。リキキリン、リキキリンちゃんもなんか可愛いねなんか被り物してる。
あなたとってもいい素材、どんな魔法をかけようかしら。では発作いってみようか。シャドーボールがいいのかな。とりあえずフレアソングでいってみよう。おお、結構削れた。よしよしよし、頑張れ発作。オッケーオッケー。効果抜群だけど、だいぶあれですね、防いでますね。よし、オッケー、いけー。オッケーオッケー、いい感じだ。シャドーボール打ってこう。オッケーオッケー、いいねいいね。よし、次もシャドーボール、頑張れ。うんうん、オッケー、素晴らしいよ発作。よし、あなたって砥石部なのね。砥石部？砥石部ってどういうことだろう。なんかあれかな、お肌が敏感とかそういうことかな。クレンジングしなくちゃって言ってたから。フラージェスちゃん、オイル直しよ。新しい自分に生まれ変わって。でも砥石部ってなんだろう、気になる。メイク系の用語なのかな。なんか結構私コスメとか結構好きでして、割と用語知ってるつもりだったけど、砥石部は知らんかったな。お、オッケー、やった、倒しました。発作、頑張った。すごい、めちゃめちゃ完勝じゃないですか。発作のおかげでほぼもう一発で勝てたよ。発作ありがとうね。めちゃめちゃ喜んでる。あなたの強さは解けないマジック、かっこいい。なんか化粧品のキャッチコピーみたい。あー、ネモちゃんたち見ててくれたのかな。やったね、嬉しい、最高。心配してないとか言ったけど、やっぱりドキドキしちゃった。さすがは夏みかんさん、輝かしい試合でした。うん、ジム全制覇、本当にお疲れ様。これでついに、いや、戦いはこれからですよね、きっと。ジムバッジを8つ集められた今、あなたはポケモンリーグに挑む資格を得られました。チャンピオンネモと同じチャンピオンランクになるために、ぜひポケモンリーグでチャンピオンテストに挑戦してください。ついに四天王にお目にかかれるんですかね。早くお揃いになって、お揃い勝負しよう、しよう。夏みかんがリーグに挑んでる間、ポケモンの技の組み合わせ全パターン見直さないと。それじゃあ夏みかん頑張って、私も頑張る。これチャンピオンになったら当然ネモちゃんと戦うことになりそうですね。あんなにはしゃいでる彼女は珍しいんですね。そうなんだ、なんか私には常にハイテンションだからそういう子なんだと思ってたけど、違うんだね。あ、そしてこの澤高さん絶対強いと思うんですけど。いや、四天王の皆さんもねきっと強いよね。そして四天王3人までは分かってるけど、あと1人誰なんだろう。そしてちょっと休もうかなと思ったんですけど、もうなんかもうワクワクしすぎてポケモンリーグにやってきました。もうね、あのベイクジムから直行です。夏みかんさん、こんにちは。澤高さん、いよいよポケモンリーグに挑戦されるのですね。されるんですけど、いや、あなた絶対強いですよね。もうね、それが怖いです。ボッコボコにされそう。いや、最後多分戦えますよね、きっとね。いや、戦うだろうと思い込んで言ってますけど、これで戦わなかったらどうしよう。いやー、ほら、後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますって言ってるもんね。やっぱそうだよね。よし、では行きましょうか。こんにちは。ポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか？はい。グレープアカデミーの夏みかんさんですね。はい、そうです。お持ちのジムバッジは8個と。はい、それでは面接室へお入りください。面接とかあるの？聞いてない。待って。面接？あ、チリちゃんか。チリちゃんだったら大丈夫かな。チリちゃんめ、なんか待って。雰囲気がガチだぞ。いや、なんか、もっとなんか、ライトな感じで来ると思ったけど、
マジ真顔じゃないですか、チリさん。メガネ似合うな。めっちゃかっこいい。かっこいい。イケメンすぎるイケメンチリちゃん。なんかミモザ先生とか、さっきのリップさんみたいな、すごいふわふわかわいいキラキラみたいな美女も好きなんですけど、このチリちゃんみたいなイケメンさんもまあ好きなわけですよ。ん？待って待って、今なんかささらっと重要なこと言いましたよね。回答によってはその場で不合格になるって言われたんですけど、ライドポケモンで来ました。はい、それはいいですね。現在通われている学校のお名前を教えてください。グレープアカデミーです。そうでしたね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか？チャンピオンになるためです。はい。それ以外ありませんよね。ではチャンピオンになってどうなさるおつもりですか？宝物を見つける。だって学校でほら宝物を見つけるっていう指導を受けてるし。続いて8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか？これはですね、もうチャンプルジムです。ノーマルタイプだって聞いてたのに、使ってくる技が飛行でめっちゃやられましたよ。勝負したジムリーダーの名前は青木さんです。え、違う？溜めないでチリちゃん。怖い。青木さんのポケモンのタイプは覚えてますか？覚えてますよ。さっき、いやだからノーマルだって聞いてたのに飛行技を使ってきたんですってば。だからノーマル。あー、よかった、今ノーマルないかと思った、びっくりした。え、溜めないで。怖いよ。これ答え溜めてくんのめちゃめちゃ怖いですね。チャンピオンテストにたどり着ける実力をお持ちだということは、夏みかんさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。はい、柑橘系に絞っちゃってますけどね。その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えてますか？それは覚えてます。炎ワニポケモンです。貯めないでくださいよ。いやもう絶対に合ってるのにすごい不安になる。申し訳ありません、同じ質問を繰り返させてください。何？チャンピオンになってどうなさるおつもりですか？はい、これはね、宝物を見つけるをさっき選びました。え、よかった。これで間違ったりするとめっちゃ怒られるとかそういう感じなんですかね。最後の質問来た。なんだろう、なんですか？え、怖いよ。ポケモンは好きですか？あ、それはもちろん好きです。はい、可愛いです、みんな。え、待って、違うの？そんなことないよね。これ違ったらびっくりだよ。あーいや今なんかすんごい変な汗かきました。あー、よかった、いつものチリちゃんに戻った。合格です、ありがとうございます。さすがの一発合格、ネモ以来初、やったー。気持ち切り替えて次の視点来た。視点の大人をポケモン勝負来たー。よしことはそのまんまやないかい。いやいやいや、あるや、連続勝負なんだ。連続で4人のトレーナーと戦うの結構きついですよね。技の回数とかもかなり計算しないといけない。うわー、ちょっとちゃんとレポート記録して挑みたいと思います。